ニュースポストセブンです。6月初旬の京都、隠れ家のような宿から黒ずくめの格好で出てきた山田孝之さんをキャッチしました。この日は家族とともに京都旅行を楽しんでいたようです。山田さんの知人によると、山田さんが選んだのは1日1組限定で知る人ぞ知るマニアックな旅館、趣のある旅館を選ぶところが山田さんらしいとのこと。有名な観光名所も巡り、家族水入らずの楽しい時間を過ごしたようです。ニュースポストセブン。